皆さんこんにちは、ヨッピーです。今回は舞浜移動時間が半分にディズニーリゾート最新衝撃ニュースでお届けしていきます。なんと、遠方組の皆さんには朗報です。舞浜への移動がこれからの未来半分になるかもしれません。ということで今回は深掘ってこちらのニュース解説していきたいと思います。では最後までご覧ください。行きましょう。はい、今日のニュースはこちらです。ディズニーまでの移動時間がこれまでの半分になるかもしれませんというニュースでございます。はい、ではですね、記事から見ていきましょう。臨海ブルー島31年度開業へ羽田空港アクセス線 JR 東日本ということで、JR 東日本がですね、7月24日に羽田空港と東京都心を3つのルートで直結する新路線、羽田空港アクセス線のうち新木場方面ですね、まさに舞浜方面の臨海部ルートについて2031年度に開業する方向で調整しているというふうに明らかにしました。 JR 東によると東京モノレールに乗り換えて約40分かかる羽田新木場を20分ほど短縮するというふうになります。千葉県のねディズニーリゾート最寄りとなる舞浜駅のアクセス向上を見込んでいるんだそうです。費用などの詳細はこれから詰めていくということですね。ですので今後ですねより舞浜方面まで行きやすくなるっていう風にほぼ確定したという風に言えるんじゃないかなと思います。やっぱり注目するべきはね、東京モノレールに乗り換えて約40分かかっていた羽田新木場間ですね。こちらを20分に短縮していただけるというね。これはもうやばいですね。はい。で、こちら街頭の地図になります。右下にね、羽田空港あると思うんですけども、この赤い線がね、羽田空港アクセス線ですね。で、そこから臨海線があると思うんですけども、これをね直結で結ぶという風になりますよという形でございます。はい。これまでだとね、なかなか行きづらかったディズニーまでの道のり、やっぱりバスが一番多いのかなというふうには思います。で、まあ他のね、路線とか見てみたんですけれども、まあ羽田のね、第一ターミナルからディズニーリゾートまでですね、まあ、25分でね、バスでは行けると。で、1300円かかっているというふうになっています。はい。まあバスだったらね、もう荷物入れちゃえばもうすぐに行けちゃうっていうのはいいんですけども、まあ電車だとね、もうより手軽に、かつね、まあ料金としてはもうちょっと安く行けるんじゃないかなと思います。はい。で、ちなみにね、まあよくあるルートとして、まあ、羽田空港第一ターミナルからモノレールで浜松町まで行って、そして東京駅まで行って、で、東京から舞浜のね、これ乗り換えって結構やばいですよね。乗り換え10分っていう風にね、書いてあるんですけれども、やっぱこのね、乗り換えはもうなかなかやばいっていう話があります。非常に遠いです。はい。で、今回の羽田空港アクセス線の臨海部ルートは、まあ、新木場とね、羽田空港を結ぶっていうことになるんですけども、まあ、舞浜までもね、約30分で行けることになるんだそうです。で、京葉線沿線においてはね、高速バス以外の新たな空港への足が確保されるということで、私にとっても大変便利。羽田空港までも行きやすくなるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。まあ、ただね、まあ、これまで通り、まあ、臨海線と同じ形でね、新木場止まりっていう風になって、まあ、新木場で乗り換えっていう形に当面はね、まあ、なるんだそうです。はい。まあ、これはね、仕方ないかなと思います。ただね、やはり行きやすくなるっていうのは本当に素晴らしいですよね。はい。で、まあ、ちなみにですね、まあ、私はもともと関東を住んでいてですね、まあ、栃木県出身で、中学とかね、小学校の時とかは、まあ、電車乗って東京駅まで行って、そして乗り換えて京葉線乗るっていう風にやってたんですけども、なんでね、JR から京葉線まであんなに遠いのかということをね、ちょっと今回調べてみました。はい。で、このね、京葉線っていうのは、成田空港と東京を結ぶ予定であった、なんとね、成田新幹線っていうね、新幹線を、作る予定だったっていうのがあるんだそうですね。で、この建設予定地を利用して作るために引き起こされたっていうことがね、あるんだそうです。で、この新幹線作る上で、まあ、成田から新宿までね、まあ、レールが敷かれる予定でした。で、皇居を避けて線路をつなぐ必要があって、東京駅の他の路線のホームからは離れてしまったそうです。他にですね、良さそうな新幹線作れるホームというのはなかったんです。なので、ここにしたんだということだそうです。ですので、京葉線のホームには、今もこの計画の名残っていうのがあって、在来線のホームとしては、とても広くね、装飾も新幹線のホームのように豪華な作りになってっているということなんだそうですね。もう意外でね、もう歩くってめちゃくちゃ疲れるわ、大変だわっていうことでね、終わっちゃうと思うんですけども、よーく周り眺めてみたら、結構ね、豪華な作りになってるっていうのがありますので、よかったら皆さんそちらも楽しんじゃいましょう。で、山手線の東京駅から京葉線の東京駅までは、徒歩ね、11分かかるんですね。かなりめちゃくちゃ遠い。ただ、有楽町駅から京葉線の東京駅までは6分でね、着いちゃうので、こっちの方がおすすめっていうのがあります。はい。で、この場合ですね、ちょっとトリッキーっちゃトリッキーなんですけれども、まずね、有楽町駅で降りたら、京橋口改札っていうところに行きましょう。で、そこで自動改札通ったらお金かかっちゃいますので、自動改札を通らずに窓口で京葉線東京駅に行きたいと。なぜかっていうと、有楽町から京葉線の方に行くっていうのは、正直ね、すぐ行けないんですよね。なので、一旦ちょっと改札の外出なきゃいけないんですよ。なので、東京駅に行きたいというふうに、京葉線東京駅に行きたいと伝えて案内書をもらいましょう。で、案内書持って駅から出たら、ビッグカメラ有楽町店ね、めちゃめちゃでかい有名なとこです。横目に見て、線路沿いを東京国際フォーラム方面に進んでいきましょう。で、フォーラム東の交差点まで来たら、横断歩道を渡らずに右折。そうするとね、JR 東京駅って書かれた、なんとね、こういったものがね、マークが出てきますので、そこからね、入っていっていただけるといいかなと思います。はい。で、駅にね、着きましたら、京王線乗りたいですというふうにお伝えいただければ、生産せずに乗り換えができますと。で、この方法を使えるのは、新宿からね、新宿や品川方面から利用する場合のみです。秋葉、神田方面から東京駅過ぎて有楽町駅で降りた場合は、乗り換え扱いにはならないので気をつけてください。で、こっちの方がね、いいんじゃないかなと思いますよ。うん。では、移動手段に戻ります。今、どれくらいのルートがあるか、皆さんご存知でしょうか？先ほど半分になるかもしれませんと私言ったんですけれども、全部でですね、こういった4つのね、行き方っていうのが、大きくあるんじゃないかなと思います。まずはタクシーですね。ちょっと高いよね。タクシーだと、8730円、一般道、1190円高速利用ということで、めちゃくちゃね、短時間で行けていいっていうはいいんですけれども、荷物をね、持ち運ばなくて良いと。好きなところで降車ができる。他のお客さんに気を使う必要はありません。ただね、デメリットとしてはやっぱり料金が高い。待ち列は結構あるよね。で、5人以上乗車できない。荷物積載スペースが限られてるっていうのがあります。はい。私めちゃめちゃお金持ちだとタクシーがいいですね。やっぱりね。はい。で、続いてジャンボタクシー、ワゴンタクシーっていうのがあるんですね。これは1台 22,500 円かかるんだそうですけども、多くの人数で乗れればね、9人で乗れればめちゃくちゃ割安。はい、いいですね。で、荷物を持ち運ばなくて良い。好きなところで降りれる。周囲の乗客に気を使う必要がない。9人まで乗れる。Wi-Fi とか AC 電源とかもあるんだそうです。はい。タクシー待ちの行列はないんだそうです。で、予約は必須っていうのが逆にデメリットですね。で、リムジンバス。これやっぱりね、多くの人が使っているものと思います。大人830円、子供420円。乗るものによってもちょっと変わるのかなと思います。で、所要時間は30分。荷物を運ばなくて良い。乗車料金は安い。荷物をトランクルに積み込めやるということで。で、デメリットとしては、正直ね、混雑してるときはめちゃめちゃね、待つこともあるし、あとは、やっぱりですね、飛行機が遅れた場合に対応できないっていうのはあると思います。なのでいつも直前でね、取る必要があるんじゃないかなっていうふうには思います。うん。最後に電車ですね。電車だったら960円です。約37分乗車時間目安。で、52分が所要時間目安ということで、これが約半分ぐらいになるっていうのは本当にね、ありがたい先ほどのニュースでございますよね。はい。ということでですね、こういった乗り方、今までね、あるんですけれども、ただね、今後はより、2031年なんで、今2024年なんで7年後ですね。まだまだめっちゃ先ではあるんですけども、ぜひね、こちら楽しみにしていただきながら、ぜひ皆さん、遠方組でもパークめちゃめちゃ楽しんじゃいましょう。はい。ということで、今回の動画ありがとうございました。パークで素敵な時間過ごしてください。最後までご視聴ありがとうございます。良ければチャンネル登録お願いします。インスタグラムも新しくしてますので、よかったらフォローしてください。そして、TikTok、X のともやってますので、見てみてね。ということで、今日のよっぴーの一言です。はい。ということで、今日はね、ちょっとね、トリッキーなニュース、鉄道系の情報をお届けしていきました。やっぱり便利になるっていうのは本当にありがたいものですよね。やっぱできる限り早くね、パークについてインパしていきたいっていうのが遠方組の皆さん思ってらっしゃることかなと思いますので、ぜひね、7年間長いですけども、ちょっとお待ちいただければなと思います。はい、ということでね、また次回も面白い動画たっぷりお届けできるように頑張っていきたいなと思います。皆さん、引き続き暑い日続いていますが、コロナも流行ってるので、しっかり感染対策気をつけて楽しんでいきましょう。では今日は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。See you next time. またね。バイバイ。